今日挑戦したのはこのらっきょうです。このらっきょうを使って笛に挑戦してみました。音が果たして出るでしょうか。どうやったかというと、根っこの部分を切り落とします。そしてここから中身をちょっと出します。よし、こういうふうに中身を取り出します。そしてこちらを塞いで、なりませんこんなこともあろうかと音の出るやつを作っておきました。これです。はい、じゃあ下を押さえて、こうするとそれではチューナーで音を合わせていきたいと思います。でも一つしか音が出ませんから、どうするかというとカッターで底を切って少し短くしていきます。よし、Gシャープになりました。OK、今のが A です。はい、今のは B ファットぴったり、ほとんどぴったり。今 B ぴったし、ほぼ C なんだけどな。あ、これぐらいで、あ、ぴったり、いいぐらい。今のいいかな。F シャープ、こんなにちっちゃくなっておりました。さあ、それでは、それではらっきょうを使っても笛ができました。ありがとうございました。